うわ、もうマジで花ちゃんいないんだね。こんな、ダイエット器具だけ置いていなくなっちゃった僕の社員、どうも山上です。優秀な秘書を失いました。おー、エリーゼでリリちゃんを出せと騒いでいる客がいるらしい。ちょっと出向こう。出向きますか。忙しいな、秋山さんは。行きます。エリーゼに行きます。エリーゼで暴れているのは、極道さんらしいですよ。リリちゃんをいつも指名してくれていたんだね、この3日間で。昨日の客は今日の敵とも言いますしね、行きますよ。おう。カラオケあるんだ、エリーゼ。酔っ払いが誰だ？あ、怖っ。あ、怖っ。うわ、ドクロだ。お客さん、どこ？どこ組？見えなかったな。なんか若いね。お腹にもタトゥー入ってるよ。兄貴。誰や、この店のオーナーの秋山という者です。創始者さんは？俺は真島組の南っちゅうもんや。真島組、真島組なの？まあ、関西真島組若衆南大作。え、真島ちゃんとこの子つか兄さん。真島組？それってカムロ町ヒルズ建設に絡んでる東条会の大幹部の五郎ちゃんとこの子か。あの真島組や。お、ちょっと待ったね。この曲俺のお箱や。いや。よっしゃ、行くでどういう教育してるの、五郎。みなみちゃん。あれ？あらら？何やっとんじゃ悪い！いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない。暗かったもんで、つい。暗かったからつい押し間違えた？兄ちゃん、その話、ほんまやな。そうか。なら、ま、いいわ。なんだこの子、好き。大作。バカな子なのかな、違うだろう。南さんでしたっけ？あ、もや。南さんのご用件は何なんでしょうか？親父に合わせて。おお、それや、それ。この店に、リリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリーですか。一元さん、申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。あ、なんやと。そら困るわ。彼女に何かご用ですか？真島組も探してんの。そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。なるほど、ゴロちゃん。親父ってあの真島さんにですか？そういうことや。せやからリリって女の居場所教えてもらえないか。じゃあゴロちゃんの居場所教えな。お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。ああ、ありがとう。私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。オーナー。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。マイク離せ。じゃあけど、こっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで帰るわけがないやろ。
金ですか。こんなもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへんねや。どうしてもお帰りいただけないようでしたら実力行使ということになります。いや待て、真島組と揉めたくない。よろしいですか。ああかっこいい。ほう、いい度胸しとる。マイク離せ。ほんならこっちも力ずくでも教えてもらうで。いやーマジか、来ました、真島組。南大作ちゃん、麻生五郎ちゃんのところで頑張ってるんだ。親父の命令だもんね。そっか、お使い頑張ってんだけどさ。うわ1対1か。おおさ強くねえかお前。うわうわやっちゃおう、怖いからやっちゃおう。うわまあそうねそうねそうね。いやでも真島組と揉めるのは怖くないか。五郎ちゃんが出張ってくるならよしとしよう。ほら南、お前に用はないんだよ。でも可愛いね南、なんかなんか五郎ちゃんとこの子だっていうので、なんかお酒飲んでる、うちの高い酒を飲んでる気がする。こいつ何やってくれてんだよこの野郎。なんかなんか、うわ俺なんかあったっけ、出せる技武器とか持った方がいいのか。やば強いです極道さんは。極道さんはお強いいうことで。なんか武器ねえのか、エリーゼにはよ。エリーゼにも刀とか置いとけよ、行くしかないな。なんかあったか、掴める、掴めたりする人。もう蹴っちゃうか。なんかドスとか使わないんだね。いつ入ったんだろう、真島組。西田以外の構成員を知れて嬉しいな私は。いけんな、いけるいけるいける。立てこら立てこら、おら立ってくれよ。あや逃げて、はい逃げて、はい。またお酒飲んでる、どっから出して。俺の酒だろ、俺たちの酒だろ。やべ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 、なんかヒート出さないとだね。いやなんかあったか、なんか後ろで、いやん来るね来る、分かってた分かってたよバカが。おら行って、おらおいしょ、行こうぜ行こうぜ。大作ちゃんやっちゃうか、ヒート出していこう。これしか出せんな今は。いやちょっと五郎ちゃんの話しようぜ。南大どんな子、いい子だろうな、いい子かな、いい子だと信じたい。後ろ背中がドクロってのが汚い、ちょっと濃厚接触やめて、飛沫飛沫。いやーあー怖、正気きました、ありがとうございます。いやいやー強っ。いや南大作も強いよな、なかなか強いよな。てか普通にチンピラ集がだから、うん、もともとなんか普通にチンピラでゴロちゃんに拾われた的な、ゴロちゃんのかっこいい姿に憧れて入った口なんじゃないかなって思うんだけど、どうかな。いそうだもん、マジでいそうだもんね。この眉ピアスに顎ピアス的なピアスが穴が多かった、強くなってないかな。いやまあ行くしか、肉弾戦だ、これは肉弾戦なんだよ。おらカウンター出しました。いやなんか今出せる気がしたな。来いよ来いよ、来てみろよ来てみろよ。あんあやめてやめて、大作ちゃん大作ちゃん、君とはマジで仲良くなれそうな気がする。本当になんかこれは勘だ、私の勘はなかなか当たると思うんだが。違うフィードラスか、来てくれよ。ほら金敵金敵、てめえもそこが弱点だろうが。ナイスオーバーヘッドキック、オッケーオッケーオッケー、勝てる勝てる勝てる。いいよ秋山さん、頼もしいぜ。あとちょっとでさ遊ぼうぜ、南ちゃん遊ぼうぜ。若衆、あなんか入った今、入った、お客様吐くのは困りますね。あーんあーん、ちょっと五郎ちゃんに会えそうじゃない。親父の居場所教えない。おお兄貴、兄貴強えなやっぱ秋山さん。まだやこんなんで終わりと思ったら大間違いや。いいレコンしぶといね、さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。あ、来たよ来た。お前の歌は宴会の時だけで十分や。お、親父親父、まさかあの真島組と。初めて見るんだ。久しぶり。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。あ、ここにおるんやないのか。いないよ、彼女はもうここにはいませんよ。コロ、どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です。リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか。そうなんか、
柴田組が。教えてください、真島さん。リリーは一体何者なんですか？なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか？あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子？それがリリーの本名ですか？なんであなたが守る必要があるんですか？それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。え？償い？え？終わったぞ！終わるのか？ここで、ちょっと！おい、終わったぞ！第1話、秋山さん編が終わったのか？ここで！マジか！いや、ちょっと今日はゲームここで終わりでいい。ちょっと今日はこれから第1部の総括をしていかないか。総括っていうか、真島五郎にやっと会えた。グッジョブ。もう、ますます色気が漂うイケオジになられて。いや、幹部会の帰りとかなのかな？それとも、もう普段からシャツを着るようになっちゃったのかな？それはそれで。ゴロ。え、赤シャツで。うん、え、かっこいい。やっぱ、たまらん。いや、安子ちゃんって言うんだね。だ、25年前っていうのがさ、あれだよね。ちょうど冴島さんが務所に入った頃なんじゃないか。兄弟と別れ。だから、安子ちゃんは冴島さんのなんかだな。え？いや、こんな、そう考えると、いろいろ合点がいくよな。柴田組。いや、考察というか、まあ、出されたヒント、出されたヒントをありのままにつなげていくと、冴島さんの、まあ、年齢的に言って、妹とか。わからないけど。じゃあよ。まあ、極道に狙われるリリちゃん、安子ちゃんを、真島五郎は守ろうとしている。いや、南大作好きだわ。私の直感がそう叫んでいる。あいつはいいやつでしょ。五郎ちゃんのとこの子はみんないい子って知っています。まあ、西田しか知らないんだけど。じゃあ西田のことを兄さんって呼んでんの？いや、わからない。いや、でも、来ました。登場会メンバー来るとやっぱゾクゾクすんな。五郎が終わ、ラストに五郎が出てきたということはさ、第二部は、あの人なんじゃないかな。25年前が、25年前のことがまた知れるんじゃないかな。そう、兄さんの兄弟。冴島さん来るかな。うわぁ、ちょっと、たまらんぞ、何もわからない。わからないけど楽しいということはわかる。秋山さんとは一旦お別れか。うわ、短いか。いや、でも今日はここで終わりにしますね。すいません。第2部からは改めて。心を引き締めて明日から遊んでいきましょうよ。主人公が変わったら世界はまた違って見えるんだろうなって思うと楽しみです。オッケー。第1部秋山俊クリアです。次回から第2部も頑張っていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。